ずっとさ、なんだっけ、お掃除、お掃除ロボット、ルンバくんだ。ルンバくんね、ずっと見てた、ミコ。私、虚無空間だったからね、ミコ。新居に来てさ、これ、新居に来てさ、マジずっとこれだったから。家具がなかなか届かなくて、搬入されなくて。しかもね、ルンバくん面白いんだよ。ポンなのかわかんないけど、ミコのことさ、めっちゃ吸い取ってくんの。で、そう、ミコね、ルンバくんにスマホ取り上げられてさ、リビングで追っかけ回したわ、マジで。撮るときめっちゃ怖かったんやな。ふざけんなよとか言って、スマホ持ってたんだけど、お母さんマジでさ、つって。でさ、やっとさ、お母さんにスマホってさ、マジで取り返してもらったらさ、スマホのケースさ、ボロボロになっちゃってさ。もう嘘だろと思って。ゴミと間違わられてる。ほんとだよ。ゴミじゃねえんだよ。だからね、スマホケース欲しいんだ。なんか本当にちゃんと部屋の掃除してくれんのかなって。今まだね、ルンバくんとね、和解できてないんだわ。来週お知らせするわ、ルンバくんの観察日記。まだお母さんいるけどさ、お母さん帰っちまったらさ、もうルンバくんとニコだけだから。仲良くしてかないと、ルンバくん。ルンバくんちょっと改造しようかなと思ってる。なんか上にさ、ニコの、なんか、猫のぬいぐるみでも乗っけてやろうかなって思ってんだよね。そう。ここでつけてさ、なんか、愛着湧くやん。